はい、皆さんおはようございます。拓也でございます。今朝の4時58分になります。これからですね、ロサンゼルスに向かうために、今ラガディア空港に来ております。まだね結構朝早いんで、かなり真っ暗ですね。まだまだ5時前なんで。昨日は結局一睡もせずに荷造りとかブログのアップをしたりしてですね、夜を明かしてしまいました。今日これから飛行機の中でゆっくり寝ようかなとは思ってはいるんですけれども、その前にですね、今せっかくラガーディア空港にいるのでちょっとその中を少し案内したいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけで、今回はですねユナイテッド航空を使ってロサンゼルスまで向かいます。なので、今日はですねユナイテッドでチェックインをして、それで実際に向かっていきたいと思います。もうチェックインそのものはしてあるので、ちょっと中の様子を見せたいと思います。これですねユナイテッド航空です。結構ねまだね朝早いんですけどかなり人の数は多いですね。先ほどチェックインした時も、Yes, yes. Oh, yes, it's recording for you the YouTube, so you know. Yeah. Oh, it's not allowed. Oh, okay. I'm sorry. Yeah, I start to stop. Yeah. Okay. はい、というわけで、中の撮影が NG ということで、警察の人に怒られてしまいましたので、早速中そのまま入ってですね、待合ロビーの方など少しご紹介できればと思います。それでは後ほど。はい、というわけで、今ですね、もう飛行機に乗るためのゲートまで来ました。結構ね警備の人が結構巡回していてでさっき怒られたじゃないですかなので結構この空港の中を多分ビデオで撮るのはテロ対策っていうのもあってセキュリティ的にすごく厳しいらしいですね。なのでちょっとあんまり無理はせずに、ちょっとこんな感じで動画でお届けすることになっております。もうあとね10分15分ぐらいで、乗り込みますので、飛行機の中に乗ったらまたお届けしたいと思います。はい、というわけで飛行機に乗り込みました。今もうあと10分15分ぐらいで出発なんですけれども、ちょっとリラックスしていきたいと思います。っていうかね、今日寝てないんで、ちょっとゆっくり寝ていこうかなと思っています。初の、多分初めて見せるかな、髪を下ろしてるとこ。結構長い。まあいいや、うん。はい、というわけで、なんか来た。というわけで、次は、1回ロサンゼルスに入る前に、コロラド州のデンバーで1回乗り換えますので、その時にまたお伝えしたいと思います。では皆さん、おやすみなさい。はい、というわけで、コロラド州のデンバーに到着しました。これから飛行機乗り継ぎなんですけれども、今ですねちょっとターミナルを移動して、ターミナル C というところに来ています。というのもですねアメリカの空港ではほとんどといってももう 99% ですね空港内は禁煙なんですけれども、このデンバーの国際空港はですねアメリカでも数少ない、タバコが吸える、カフェがあるということで、一度そちらの方をご紹介したいと思います。はい、スモーキングラウンジということで、スモーキングベアというですねカフェがありましてレストランにもなってるんですけれども、ここで、タバコが吸えるようになっております。おそらくね社会人の方でタバコを吸われる方で出張がある時なんかで、使うのが多分いいのかなと思います。これねずっと中見ると中でねタバコみんな吸ってるんですよね。はい、なので直行便だと日本からだと14時間来るときは13時間かずっと我慢するのって結構大変だと思うんですけれども、乗り継ぎでコロラドのデンバーを使うと、乗り継ぎの間にですね、このスモーキングベアラウンジというところでタバコが吸えます。はい、というわけでちょっとターミナルの中行ってみましょう。はい、でこれからですね乗り継ぎのために一度ターミナルを戻ってですねターミナル B というところに帰っていきます。はい、というわけでターミナル戻ってきました。ターミナル B でございます。あ、B53 ですね。よし、420便。じゃーん、これですね。ロサンゼルス行き11時15分12時43分着。これ実際1時間ちょっとで着くのと思うんですけど、時差があるので実際2時間のフライトですね。僕結構僕飛行機が結構見るの好きなので、こうやって空港に来て飛行機とか働いてる人を見ると結構ワクワクしますね。お、楽しいって飛行機って拡大。パイロットさん見えるかな。お、仕事してます。見た感じ整備の人かな。これ結構まだ次のフライトまで時間があるので、多分整備士さんが一生懸命機材のチェックをしてますね。やっぱ空港っていいよね。なんかすごい楽しい、ワクワクする。はい、というわけで、次のフライトを待って、ロサンゼルスに入っていきたいと思います。では皆さん後ほどまた。